皆さんこんばんは。アイドル風夏メロシンガーゆきうさい楽団です。本日はですね、ゆきうさい楽団の活動3周年を記念した2時間のワンマンライブを開催しました。お越しいただいた団員の皆さん、ありがとうございました。2時間のワンマンライブでは、ゆきうさい楽団のオリジナル曲をはじめとして、私が普段よくカバーしている懐かしのアイドルソングや懐かしの名曲をたっぷりと歌いました。この日お越しいただいた団員さんたちからこのようなものをいただきました。じゃん、メッセージカードですね。すごく嬉しいです。祝ゆきうさい楽団ソロデビュー3周年おめでとうと書いてあるんですけれども、このおめでとうの文字はですね、その日来てくださった団員の皆さんがですね、一人一人手書きで書いてくださったみたいで、とても記念になりました。皆さんいつもありがとうございます。ゆきうさい楽団としてソロで活動し始めて3周年が過ぎました。いつも応援してくださっている皆さん、本当に本当にありがとうございます。3周年をね、迎えられたのも皆さんのおかげです。このね、3年間もですね、本当にいろいろな出来事がありまして、ちょっとね、振り返ってみたんですよ。自分でこんなことがあったな、あんなことがあったなって振り返ってみたんですけど、例えばですね、ソロで活動し始めた最初の方、もう初めて3ヶ月ぐらいの時までは全くですね、ゆきうさい楽団のお客さん、団員さんと呼べる人がいなくてですね、常にお客さん0名でステージ立ってたっていう思い出があります。ライブハウスでね、ライブするときは対バンライブって言って、いろんなアイドルさん、アーティストさんが出るライブに私も出させてもらうことが多いんですけど、自分のお客さんが0人でステージに立つっていうのは本当にすごく申し訳なくて、で予約表にね、お客様の名前とか人数を書くんですけど、0、いません、すいませんみたいな書いてた記憶がありますね。一応ね、客席には他のアイドルさん、アーティストさんたちの、お客様はいらっしゃるので、その方々に、こう向けて歌うわけなんですけれども、やっぱりね、自分のお客さんがいないと寂しいなって思うし、どうやったらお客さんがつくんだろうなって思いながら、最初の3ヶ月間はライブやってましたね。結構ね、最初からツイッターで告知はバンバンやってて、 SNS での、活動は頑張ってたつもりなんですけど、なかなかね、全く知らないところからお客さんをつけるっていうのはすごく大変でですね、お客さんどうやったらつくんだろうって本当にずっと毎回悩みながら、帰り道で今日もダメだったな、いつになったら来てくれるんだろうなってこう思いながら、毎日そんな感じで過ごしてましたね。特にその動員ゼロだった時の帰り道は本当に寂しくて、歌っている時はね、こう忘れるくらい一生懸命歌ってるのであまり気にしないんですけど、やっぱり帰り道で今日もダメだったな、私はライブが好きで音楽が好きでライブ活動を始めたのに、お客さんがいないってどういうことなんだろうみたいな、私がね、目標としてるような大きなステージでたくさんのお客様に見てもらうっていうのは、やっぱり目標じゃなくて夢なのかなみたいな、遠い遠い夢なのかなって思ってましたね。苦い思い出といったらですね、一番大きな思い出と言えるのがですね、それこそ初めて2ヶ月か3ヶ月目ぐらいですかね、ちょうど秋だったんで台風が来ちゃってたんですよね。でその時も自分のお客さんがゼロで、まあお客さんゼロのまま他のアイドルさんのお客さんがいるフロアのステージに立って、で最初はね、何人か、まあ、見てくれたんですよね、他のお客様たちが。で歌い
始めた時にどんどんこう少なくなってって、でしまいにはフロアにいるお客さんがこうほとんどいなくなっちゃって、やっぱりその台風だからこう電車が止まる前に早く帰りたいっていうお客様が多いのと、あともう雪山楽団のライブつまんないからいいやみたいな感じで帰っちゃうお客様も結構いて、それで最終的にフロアには一人しかいなくて、しかももちろん他のアイドルさんのお客さんだからっていう、そういう苦い思いでありましたね。その一人のために、まあ、一生懸命歌ってて、その一人の方がね最後まで盛り上げてくれてありがたかったんですけど、あれは本当に辛かったですね。自分のお客さんはもともといないし、もう歌い始めた時にどんどん帰ってっちゃうから、どうしようみたいな。やっぱりちょっとだんだん人がいなくなるっていうのはすごい寂しいですよね。歌っててテンションが下がってしまってかなり辛くて、もう本当にもっともっと頑張って自分のお客さん呼べるようにならないとなって思いましたね。初めて自分のお客さんと呼べる方が来てくださったのは突然のことでしたね。初めて3ヶ月が過ぎた頃だったと思うんですけれども、その日も今日もお客さんゼロだなと思って会場でライブして、で物販の時に一人来てくださった方がいたんですよね、私の物販コーナーに。でチェキをくださいって言ってくださった方が、実はツイッターフォローしてますよみたいな、今日は雪山楽団を見に来てくださったんだなってこうその時は思って、それがこう自分の初めてのお客さんで、しかも思いもよらぬ出会いだったので、めちゃくちゃ嬉しかったですね。その時もね、もちろんライブ活動としてこう収益を上げられるような状況ではなかったけど、もうお客さんが一人でも来てくれたっていうことが嬉しくて、自分のお客さんって言える人ができたってことがもう幸せで、ルンルンな気分で帰ったっていうのが、でその後ね、ショールームっていうアプリを結構積極的にやるようになって、ショールームってこう配信アプリで毎日ですね、本当に眠くてもなるべく365日続けて配信しようと思って、まあ、結局そんなに続けられなくて100日ぐらいが限界だったんですけど、まあ、ほぼほぼ毎日、配信をしてね、雑談したりとかライブの告知をしてるうちに、ちょっとずつねライブ会場に来てくれる方が増えたんですよね。やっぱりショールームきっかけで来てくれる方がちょっとずつ増えて、でそこからなんとなく毎回の対バンライブでお客さん 1、2名から3、4名くらいは呼べるようになって、安定してきたなっていうのがあります。で、活動し始めてだいたい1年ぐらいの時に初めてワンマンライブやりました。その時はね、正直ワンマンやるには自分は時期尚早だとは思ってはいたんですよ。やっぱりお客さんのね動員もそんなにねまだ多くなかったし、歌唱力もないの分かってて、普段の対バンライブは 3、4 曲しか歌わないから、その1時間とか2時間のワンマンなんかできないなってのはちょっと思ってたんだけど、でもやってみたいなって、もともとねライブ活動で収益を得て生活したいっていう夢があるんで、やっぱりそれだとワンマンがね当たり前じゃないですか。だからワンマンやらないとなと思って初めてやったんですけど、その時はねいろんなライブ会場に出て一生懸命告知して、目標20人だったけどだいたい15人ぐらいかな来てくださったお客様でも、まあ、コンパクトな会場だったのでそれなりにね、にぎわって楽しかったなっていう思い出があります。で、活動2年目に入って、活動2年目の時はもうとにかくいろんなライブに出まくりましたね。私が普段歌ってるような歌謡曲系のライブとか、あとはいろんなアイドルさんが出るライブもたくさん出て、なるべくね、いろんな方に見ていただいてお客さんを増やせるようにっていう感じで、活動2年が経った時のライブ、ワンマンライブがその時も
目標20人って言ってたけど、やっぱりその20人をね達成できなくて、ちょっと苦い思い出がありましたね。今年ね活動3年目に入ったわけなんですけれども、もう今年はなんといってもですね、コロナがあったせいで全ての計画がもう台無し、全然何もうまくいかなくて、お客さんもね来れなくなってしまった方が多かったりとか、そもそもライブ活動もねできなくなりましたよね。3月あたりから約2ヶ月3ヶ月ぐらいかな、歌えなくなって、そのもう全て自粛ですよね。皆さんのおかげで成り立ってた生活もちょっと厳しいなと思ってしまいましたね。ちょっと音楽挫折しかけましたけれども、やっと最近ライブ活動を再開できて、今はウイルス感染対策のため対バンライブよりもワンマンをやることが多くて、ミニワンマンなので、まあ、1時間ぐらいなんですけれども、それこそ自分が本当にやりたい形だったライブがたくさんできて嬉しいなっていう感じでやってます。まだまだね以前のようなお客様の入りではなくて、ちょっとお客様少ない状況ではあるんですけれども、今後もライブ活動をね楽しんでやっていきたいなと思ってます。今年はね雪うさい楽団コンセプトライブツアーっていうのを1月から行ってます。初めてのツアーで関東を中心にいろんなライブハウスをお借りして、毎回選曲のテーマを決めて、それに沿った懐かしい曲をカバーしてるわけなんですけれども、まあ、コロナのこともあって中止とか延期が結構多くてね、ツアーの日程めちゃくちゃになってるんですけれども、それでもなんとかツアー駆け抜けたいなと思ってます。ツアーはね今ワンマンでやってるので、皆さんぜひ来てくださいね。雪うさい楽団のねライブはもう本当に懐かしい曲、昔のアイドルさん昭和の曲歌謡曲なんかをカバーしてるので、着席座ってみるライブで、お客様の年齢層も40代ぐらいから70代くらいまで結構幅広くて、まあ、あまり若い世代の方はやっぱりいないというか、私と同世代の方はほぼいないので、若いお客様も募集中ですし、やっぱり男性のねお客様が多いんですよ。なので女性のお客様も増えたら嬉しいなと思ってるんですけれども、雪うさい楽団のお客様、雪うさい楽団の団員さんはですね、とにかくみんな優しい本当に優しくて、これは私だけじゃなくて、なんて言うんだろう、紳士ですね。他のアイドルさんにも優しくて、よくね言われるんですよ。雪うさい楽団さんのお客さんが物販でいっぱいグッズ買ってくれて嬉しかったとか、ライブすごくよく見てくれて嬉しかったとか、皆さんそう優しいってただ優しいのではなくて、なんか紳士的な方々が多いので、雪うさい楽団のライブ見に行きたいけど雰囲気が分かんないって方はですね、安心してください。本当にですね、とってもみんな穏やかな人がそう多いかな。ピリピリしてイライラしてるのは私だけそうですね、私がこう普段カリカリしてる性格な分、お客さんは逆にもう本当に大人な方が多いかなって思いますねいつもね本当に応援してくださってる、雪うさい楽団の団員の皆さん、いつもいつも本当にありがとうございます。ライブにお越しいただいたり、ツイキャスをね毎日配信見てくださったりとか、 YouTube も見てくださったり、オンラインショップでね通販の商品注文してくださったり、本当に皆さんいつも応援してくださってありがとうございます。雪うさい楽団のねライブ活動を、これだけ3年間も続けてこられたのは皆様がいたからであります。お客さんがいないっていう状況だと本当に活動を続けられない。こんなに歌が好きでライブが好きな私でもお客さんがいないとですね寂しくて活動できないので、皆様のおかげで活動が成り立って今後も続けられます。なのでですね、これからも引き続き応援よろしくお願いします。雪
球祭楽団はね、現状に満足せず、どん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 いろんな新しいライブとかいろんな新しいイベントをやっていきたいなと思っているので、有給祭楽団の活動目を離さないようにお願いします。はい、それでは以上有給祭楽団でした。4年目もよろしくお願いします。